知るギャンブルが大好きな優秀な社員の2人が無理やり参加させられた国際広告祭でちくわの CM を入賞させるという難題を突きつけられそのドタバタ奮闘ぶりが描かれています。妻夫木さんと北川さんは偽の夫婦を演じて世界の一流広告クリエイターに挑みます。何が何でも入賞させるわよ。わかりました。このギャンブル相当楽しいわ。この作品で初めて本格的に共演する2人に映画のタイトルにちなみお互いの素顔をジャッジしてもらいました。ケモちゃんはとにかく冷たい人だと最初イメージがあったんですよ。多分S と M で言うとド S な人なんだろうなってこう、あけもちゃんおはようって言ったみたいな、なんかやられんのかなと思ってたんだけど、逆にすごく明るい子で、うん、僕と話しててもめちゃめちゃ楽しそうに話しているんですよ。本当はめちゃくちゃ気さくな明るい子なんだなっていうのがなんかイメージって、人の作るイメージって怖いなと思いましたね。一方、北川さんが妻夫木さんをジャッジすると、本当に好青年とか純粋とかそういう役のイメージとかごめんなさい強いと思うけど、何も考えてないわけじゃないなと思います。褒めてんのかよ。すごいちゃんといろいろ考えてて、うん、真面目で、なんかあんな深い人だと思います。俺もともとどういうイメージだったの？純情でなんかこう子供がそのまま大きくなったみたいなみたいなイメージが、でもちゃんと年相応に大人。映画の舞台は広告業界。脚本を担当したのは、どうしたの急に？驚いた、近くまで来たから。あ、吹きこぼれそう。ピピッとコンロは吹きこぼれて火が消えても自動でガスが止まるの。揚げ物で熱しすぎても自動で火が消えるし、火を消し忘れても自動で消える。 CM をストーリー仕立てにして詳しくはウェブでの言葉も生み出した沢本義光さん。詳しくはウェブで。なんで？コンロに火を。さらに東京ガス。またテスト？なんでテストなんてあるんだ？大人になるためよ。なんで大人になってもテストがあるんだ？免許を取るためだよ。覚えられない。あれやったよね、あれ。あった、アンキパン。これで覚えられる。沢本さんは印象的な CM を数多く世に送り出したヒットメーカー。まさに広告業界の裏側を知り尽くした達人です。妻夫木さんと沢本さんは CM で一緒に仕事をすることが多く、プライベートでも仲がいいそうです。沢本さんが生み出すコミカルな笑いっていうのは、なんかすごく親近感のある笑いというか、距離感が近いんですよね、お客さんとも。なんかありえないことなんだけれども、なんかそんなありえねえだろってこうなんか思わず突っ込みたくなるような、そういう近さってものを感じて、とても温かい笑いなんですね。そして映画の中で妻夫木さんが何度も披露しているのが見事なペン回し。うわ、あれすごい、すごいですよね。ありがとうございます。あの今日実はちょっとペンがえですけど、持ってきちゃったのかな。あの実際に映画で使われたあのペンなんですが、え、あのペンですかこれ？同じペンだと思います。本当だ、ね、ちょっとよくできたペンですね。できますか？ちょっとだけでも。あ、すごい。そこで妻夫木先生によるペン回し講座となったのですが、この作品で初めて本格的に共演する2人に映画のタイトルにちなみお互いの素顔をジャッジしてもらいました。ケモちゃんはとにかく冷たい人だと最初イメージがあったんですよ。多分ちょっと S と M で言うとド S な人なんだろうなって、こう、あ、ケモちゃんおはようって言ったみたいな、なんかやられんのかなと思ってたんだけど、逆にすごく明るい子で、うん、僕と話しててもめちゃめちゃ楽しそうに話しているんですよ。本当はめちゃくちゃ気さくな明るい子なんだなっていうのが、なんかイメージって年相応に大人。映画の舞台は広告業界。
脚本を担当したのは。どうしたの急に。驚いた、近くまで来たから。あ、吹きこぼれそう。ピピットコンロは吹きこぼれて火が消えても自動でガスが止まるの。揚げ物で熱しすぎても自動で火が消えるし、火を消し忘れても自動で消える。 CM をストーリー仕立てにして、詳しくはウェブでの言葉を生み出した沢本義満さん。詳しくはウェブで。なんで。さらに人の作るイメージって怖いなと思いましたね。一方、北川さんが妻夫木さんをジャッジすると、本当に好青年とか純粋とかそういう役のイメージとか皆さん強いと思うけど、何も考えてないわけじゃないなと思います。褒めてんのかよ。すごいちゃんといろいろ考えてて、うん、真面目で、なんかあんな深い人だと思います。俺もともとどういうイメージだったのか。純情でなんかこう子供がそのまま大きくなったみたいなみたいなイメージが。でもちゃんとギャンブルが大好きな優秀な社員の2人が無理やり参加させられた国際広告祭でちくわの CM を入賞させるという難題を突きつけられ、そのドタバタ奮闘ぶりが描かれています。コールミアタック。妻夫木さんと北川さんは偽の夫婦を演じて世界の一流広告クリエイターに挑みます。何が何でも入賞させるわよ。わかりました。このギャンブル相当楽しいわ。またテスト。なんでテストなんてあるんだ。大人になるためよ。なんで大人になってもテストがあるんだ。免許を取るためだよ。覚えられない。沢本さんは印象的な CM を数多く世に送り出したヒットメーカー。まさに広告業界の裏側を知り尽くした達人です。妻夫木さんと沢本さんは CM で一緒に仕事をすることが多く、プライベートでも仲がいいそうです。